ベンセスラウ・ボーイエル、ベンセスラウ・ボーイエルは、ボヘミア生まれの博物学者、植物学者である、ジェサニテの庭師の息子に生まれた。ボーイエルも、最初、庭師として働くが、植物学者のシュテルンベルクの指導を受け、博物学者のジーバーの注意を引き、ウィーン定立博物館に雇われた。1821年からジーバー、ヒルゼンベルクと共に、モーリシャスへ、 植物調査を行い、1822年には、総督ファーカーによって、マダガスカルに派遣された。マダガスカルの西岸を旅し、アンタナナリボに至った。1824年に、アフリカで通訳として働き、何度かアフリカの海岸地域を探検し、植物や鉱物の大きなコレクションを作り上げた。モーリシャスに、初めて設立された科学アカデミーの会員となった。 1842年に博物館の学芸員になり、1848年からモーリシャスのパンプムス植物園の園長を務めた。1849年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。1850年代にモーリシャスのサトウキビのに3に被害を与えたサトウキビ線交中についての論文が最後の論文となり、 ポートルイスで没した。トカゲ科の種、ゴングラモーホスボジェリアユーフォールビアボジェリーフックなど、マダガスカル原産の動植物の学名に名付けられた。ボイヤーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ベンセスラウボーイエルを示すのに使われる。ありがとうございます。